e ージー2 d j および e ージー2 a c e ージー2 o n とは韓国を中心に稼働されている音楽ゲームのシリーズ名。初代から7ストラックス、コードネームバイオレットバージョン3.10までは、アミューズワールド、ボーナスエディションおよびボーナスエディションリビジョン A は3、S エンターテインメント、e ージー2 d j アズールエクスプレッション以降は、スクエアピクセルズが開発。 発売を行っている。韓国においては、アンダミロ社のポンプ・イット・アップシリーズと並んで人気を誇る、業務用音楽ゲームとなる。1999年には、大韓民国ゲーム大賞を受賞している。演奏は、通常、5鍵盤、ターンテーブルフットペダルを使用するが、上級者向けモードではこれらに加えて中央に4つある、エフェクトボタンも使用したり、鍵盤を押しながら、 ターンテーブルを回して演奏するモードも存在する。一人プレイ専用筐体と小型筐体もリリースされているほか、派生作品の e ージーにダンサー、オンラインゲーム版となる e ージーに ON も発売され、さらには一部開発スタッフがヤマックスを生み出した経緯がある。なお、筐体デザイン、操作デバイスが好みのビートマニアシリーズに似ていることから、口実する権利侵害等問題で、 訴訟沙汰になったこともある。7K スタンダードおよび 14K マニアックでは、中央の赤いエフェクトボタンをプレイに使用する本作は、サバイバルゲージ方式を採用しており、画面右側のライフゲージが、ミスなどによって全部なくなると、ゲームオーバーになる。2001年、コナミ株式会社は、アミューズワールドおよび、ゲーム世界の2社に対し、e ージーに DJ が、 好みの特許権を侵害しているとし、損害賠償等を目的とした訴訟を起こした。これに対し、アミューズワールドは、前述の特許についての無効審判を、韓国特許審判員に申し立てた。2002年9月、韓国特許審判員が、好みの特許のすべての独立性求項を無効とする、新決を下す。これにより、前述のコナミの訴訟の係争が中断する。 しかし、コナミは前述の新決の取り消し訴訟を、韓国特許法院に提起、以降5年間係争が続く。2004年2月、韓国特許法院が、韓国特許審判員の新決を維持するとの判断を、下す。コナミ、アミューズワールド双方とも上告する。2006年8月、韓国王法院が、韓国特許法院の新決を破棄するとの判断を、下す。 2007年2月、韓国特許法院が、前述の無効新決を取り消すとの判断を下す。2007年4月、前述の判断を受け、韓国特許審判員が、好みの特許を維持するとの再新決を下す。これにより、中断していた係争が再開する。2007年7月、韓国のソウル中央地方法院において、e ージーに d j が、 コナミデジタルエンタテインメント製の音楽ゲーム、ビートマニアの特許を侵害しているとして、被告2社に対し損害賠償等を命じる判決が出た。被告側が控訴しなかったためそのまま第一審で判決が確定し、被告側に以下の内容が命じられた。1998年、コナミ株式会社がアミューズワールドに対し、異常権侵害及び不正競争行為中止要請の 訴訟を起こす。2002年、韓国応募院において、e g に DJ はビートマニアの異常権を侵害していないとの判決が出る。前日の通り、廃棄を命じられた製品は旧作4種のみであり、残りの新作に関しては言及されていない。そのため、2021年現在最新のシリーズである、ファイナル EX は日に日にアップデートを続けている。また、 廃棄する必要があるのはあくまで以前アミューズワールドが保持していた製品のみであり、すでに販売された製品に関しては廃棄の対象外である。よって、韓国のあらゆるゲームセンターでイージーに DJ が遊べなくなる、等といったことはない。だが、新たに筐体を増産することはできなくなってしまった。実際、開発元合算 S エンターテイメント、そして、 スクエアピクセルズに移行しても EG2DJ の筐体の新規生産は一切行っていない。ただし近年は内部基板の交換や中古筐体をオーバーホールしたリファイン筐体の販売が行われている。そのため性能及び筐体の耐久力に限界が生じ始めている。ありがとうございます。